ムバッペさん、パリ・サンジェルマンにとんでもない要求をしてしまう。フランス一部、パリ・サンジェルマンの同国代表フォワード、キリアン・エムバペが爆弾要求を突きつけたと、フランスメディア、フットメルカトが報じた。具体的にエムバペの要求は、チームメイトとなるブラジル代表フォワード、ネイマールの対談に他ならない、様々なメディアが二人の壊れた関係を報じており、驚くべき情報ではない。もう一つの条件は、イングランド代表フォワード、ハリー・ケインの獲得だと指摘、さらに三つ目の条件として、元フランス代表ミッドフィルダーで指導者の、ジネディーヌ・ジダンの到着だ、二人の男たちはかなり親密だと伝えた。こんなん可能なんか。エルムンベイク定期。全部実現可能で草。草、そらネイマール放出やろ。この状況を招いたのはパリ・サンジェルマン自身やからしゃあない。ジダンもケインも来たがらないだろ。メッシとは仲いいんか？ジダンは次のフランス代表監督になるって報道もあったけど。お前がトッテナムに来るんだよ。現代のかぐや姫。言うほどもうネイマールと仲悪い感もないけどな。ネイマールにエグいいたずらしてたやんけ。こういうの全部デマやで。タイミングが違ったら、大好きなロナウドの獲得も条件にしたんやろな。カタール政府とマクロンにどやされて、パリに留まるのは素直に同情するわ。しゃあないエムバペリバプールに来い。いやエムバペにはハキミがいればそれだけでいいよね。ここは一つ間を取って中日に移籍してみてはどうか。エムバペの一打点があれば、大野の完全試合も達成してたしな。ケインが PK 外した時、大爆笑やったやないか。ネイマール普通にプレミアで見たい。ネイマールよ、ヴィッセルに来い。なぜ僕を呼ばないんだい？ネイマール生贄にしてクリロナ召喚しようで。そもそもネイマールとメッシって、2年以内に移籍するんじゃなかった？エムバペ、パリ・サンジェルマンを放出。マンウにエムバペ行ったら激アツだけど、万が一にもなさそう。最強チームも最後は人間関係やな。